はい、皆さんこんにちは、直樹パークです。今日はこちら小型海水魚飼育水槽からのお届けで、茶ゴケの原因や対策についてお話しさせていただきたいと思います。茶ゴケは皆様ご存知の通り、海水でも淡水でも発生する苔でして、その原因や対策といった情報も基本的には海水に対しても淡水に対しても役立てていただけるものとなっておりますので、今回淡水水槽での茶ゴケで悩んでおられるという方もぜひ最後までご覧いただいて、今回の情報をお役立ていただければと思います。またこの動画の最後にはおまけとしまして、なぜかカメラに対して威嚇モードに入ってしまったフグのちょっぴり貴重な映像もお付けいたしますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。ちなみにこのチャンネルでは川魚や錦鯉、熱帯魚飼育といったアクアリウムを中心に、いろいろな生き物を家庭で魅力的にワイルドに飼育する楽しみをお伝えしつつ、それに必要な飼育設備や飼育方法もご紹介することで、皆様のご自宅でも再現可能となるような情報、そして自然での観察や採集の様子もお見せして、自然や生き物について一緒に勉強していけるような動画を配信しておりますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録をして、動画がアップされた際に分かるようにしておいていただけると嬉しいです。では早速ですが、まず茶ゴケというのはケイソウとも呼ばれる苔の仲間で、水道水に多く含まれていると言われるケイソウを主な養分として育つ植物になります。なので水替えで水道水を使う以上、確実に発生を促してしまうという、お先が真っ暗になってしまいそうになる苔でもあるわけなんです。あと植物ですので光合成することで育つわけなのですが、かなり弱い光、水槽には照明をつけずに周囲の明るさだけで管理しているような水槽でも育つことができると言われております。とまあそんな厄介な苔なんですが、対策するためにもまずは発生原因などを知る必要がありますので、簡単ではありますがそこからご説明させていただきますね。ではどんな時に発生するのかと言いますと、それは水質が不安定な時、要するにバクテリアの数が少なくてバクテリアによる分解が追いついていない時に発生しやすいと言われております。立ち上げてすぐの水槽で発生しやすいと言われているのはそのためなんですね。ではその期間は面倒でも拭き取り掃除などで対応するとして、バクテリアが十分に発生して一旦落ち着いてしまえばもう発生することはないのかというと、そうでもないんですね。その証拠に我が家のこの海水水槽も一旦落ち着いていたのにまた発生し始めてしまっているんです。ではどんな時に再発生するのかと言いますと、光の照射時間が増えた時とか、ろ過不足が発生した時と言われております。そうですね、光の照射時間で例を挙げるとすれば、照明をつけている時間を長くしたとか、照明をより強力なものに買い替えたとか、何かしらの原因で窓からの太陽光が水槽に直接当たるようになってしまったとかですかね。なのでその場合はそこを改善してやれば元の状態に戻すことはできるかと思います。あとろ過不足についても例を挙げるならば、魚の数を増やしたとか、餌をやる量を増やしたとか、単純にろ過器のフィルターが汚れて目詰まりを起こしてしまっているとかですかね。要するにバクテリアによる分解が間に合わない状態になっているということですね。この場合もそこを改善してやれば元の状態に戻すことはできるかと思います。あとさらなる情報としまして、茶ゴケが多く発生するときはリン酸塩とかケイ酸塩が多い状態になっているときであるとも言われております。ちなみにリン酸塩は海水魚などに与える餌に含まれるリンが原因で発生すると言われておりまして、ケイ酸塩は先ほど申し上げました多くの方が水替えの時に使っているであろう水道水に含まれるケイ素が原因で発生すると言われております。その場合当然ながら発生の原因となっているそれらリン酸塩やケイ酸塩を除去してやる必要があるのですが、それにはそれぞれの除去剤が販売されておりますので、それを使うと良いかと思います。
また水道水のケイ素の除去については結構高価なものにはなりますが、 RO 浄水器を設置することでも対応できるかと思います。さらに情報としまして、海水水槽の場合、海ぶどうを入れることで茶苔の栄養となるそれらの成分を先に吸い取らせることができるので、茶苔の発生を抑えることができると言われております。淡水水槽の場合も同じようなことができまして、水草を植えてやることで苔の栄養となる養分を先に水草に吸い取らせることができるので、茶苔の発生を抑えることができると言われております。なのでこれもやってみる価値はあるかと思いますよ。あとは手っ取り早い簡単な方法としまして、苔を食べてくれる生態を入れるという方法があります。ちなみに我が家のこの海水浄水槽も、先ほどお話しさせていただきましたように、一旦落ち着いていた茶苔がまた発生するようになってしまいましたので、今回は苔を食べてくれる生態を入れることで対応することにしました。この通りしっかりと苔を食べてきれいにしてくれておりますので、今回は参考までに我が家のこの水槽に入れた苔取り生態をご紹介させていただきたいと思います。まずこちら、主にガラス面や岩などの苔を食べてもらうことを目的に海に行って採集してきた貝でして、おそらく石畳という貝ではないかとは思っているのですが、情けないことによく似た貝がいっぱいいて、いまいち見分けられないんですね。なのでどなたかわかる方がいらっしゃったらコメントで教えていただけると嬉しいです。ちなみに採集場所は波打ち際の岩場です。比較的どこにでもいる貝だと思いますので、よかったら皆さんも探してみて、必要であれば採集されてみてはいかがでしょうか。続いてはお店で購入した貝で、砂地部分の苔を食べてもらうことを目的に入手したマガキ貝という貝です。このようにひっくり返しても、ほら、足でバチーンとキックして起き上がるんです。そして見てくださいよ、これ目ん玉が出てくるんです。可愛いというか気持ち悪いというか、なんかすごい夢に出てきそうな目ん玉が出てくるんですよね。そしてなんやら黒い象の鼻のようなものが出てきていると思うのですが、これが口なんです。でも私が気に入っているのはやっぱりこの気も可愛い目ん玉でございまして、うわー、こっち見てますね。うわー、動いた、ひも、あ、失礼いたしました。そして水槽に実際に入れるとこんな感じですね。採集してきた貝も購入した貝もどちらも夜行性ですので、昼間は砂に潜ったりして隠れていることが多いかと思います。夜になって照明をつけるとこのように活発に動いていることが多いかと思いますね。マガキ貝に関しては砂地の苔を食べるというよりは、耕して表面に生えた苔を中の方に混ぜ込んで目立たなくしてくれるといった印象ですかね。まあどちらにせよ、これらを入れて1週間から2週間後にはほとんどの茶苔がなくなりましたので、確実に茶苔対策にはなるかと思います。あとこの動画をアップしてから1日か2日お時間をいただくかもしれないのですが、この動画の概要欄にこの他の種類の苔取り生態もどんな場所に使えるのかという情報も含めていくつか載せておきたいと思っておりますので、よかったら参考にしていただければと思います。あと実はこんな淡水海水どちらにも使えると書いている苔防止剤的なものがあったので購入したのですが、家でじっくりと注意書きを見てみると、サンゴやライブロックが入っている海水水槽には使うな的なことが書かれておりましてね。いやー、個人的には海水水槽といえばライブロックは必需品的なもので入っていて当然だったので、まさかでしたね。っていうか、ライブロックの入った海水水槽に使えないんだったら、ほとんどの海水水槽で使えないんじゃないかなと思うのですが、どうなんでしょうね。とにかくちょっとこれはしてやられた感じですね。あ、
私の動画をずっと見てくださっている方だったら、ここは自己責任で使っときましょうよと思われるかもしれないのですが、私もね、さすがにアホみたいにアホ言うてしまいましたけど、アホみたいに何でもかんでも自己責任でやっているわけではないんでね、ちょっと今回はやめておきたいと思います。では最後はおまけで、カメラに対して威嚇行動をとるシマキンチャクフグの様子をご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。はい、ということでいかがだったでしょうか。またね、不明な点や見たい動画があるといったリクエストなどもコメントいただければ可能な限り対応もさせていただきたいと思っておりますので、今後ともナオキパークチャンネルをよろしくお願いいたします。ということで今日はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録や高評価もしていただけると大変励みになるので嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。